ここは松阪の市街地から車で30分のところにある山間の村です。自然を十二分に味わえるところです。しかし山間地にあるため過疎と高齢化が進み、かつて1000人以上いた人口は現在164人に減りました。昭和63年この村を活性化し残していかなければならないと婦人会が立ち上がりました。そんな中、たまたま空き家の蔵の中からとても大きな釜が出てきました。そこから始まったのが七草粥祭りです。先の器がなくなりましたので、ここからプラスチックでのご提供となります。先の器を持ってらっしゃる方はそちらをお代わりの時には扱ってください。これがまたもっとね、これがな、アフリカ太鼓のライブです。この祭りのために演奏をしてくれているボランティアバンドです。村の人たちはみんな太鼓に合わせて踊り始めます。ジャンボ草とがゆもですね、今年でね最後ということで非常に残念でございますけれども、これも地域の皆様方の決断でございますので、我々としてやっぱり応援をしていきたいと思います。この草との地域、本当に皆さん方がこうやってたくさん来ていただく、そしてまたこの地域ですね、本当にここへ移住していただく方が多いんです。今も少し、昨年から移住をここに、始められた方と話してましたけれども、浮里にはやっぱり移住してくる人をちゃんと受け入れる環境がある、こういう話をいただいております。やっぱりこう地域の力がですね、そういう皆さん方に、を受け入れる、そういう力になっていくんだろうと思います。今後ともですね、浮里地域、皆さん方応援をいただきますようにお願いを申し上げ、率直なご挨拶でございますけれども、一言、日頃のお礼のご挨拶とお祝いのご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。いよいよ七草がゆの振る舞いです。さあ、おかわりも大丈夫ですよ。もっと食べたいなという方、こちらの列に並んでくださいね。初めての方はこちらのプラスチックの器をお取りください。七草がゆは竹の器でいただきます。祭りを30年間盛り上げてきた代表の西井さんです。お客様、お代わりいかがですか？続けたい気持ちもあり複雑ですが、皆が元気なうちに区切りをつけることにしましたと言っていました。
今年で最後の七草がゆ祭り、1200人の大勢の人でにぎわいました。